芝戦式歴書第4。歴は暦、官女は二者を合して律歴史とする。なお歴書は大祭礼、社伝、国語などの文を多く引いており、司馬遷の著述のままであるか否かについては古来問題があるが、歴書と立書と同じく遷の著述と後人の過失を分けることは困難である。律は院におりて用を治め、歴は用におりて院を治む。律歴こもごも愛を治めて官に評価と忘れず。五賀の文、不遂す、これ大所の癌にあらず。もとい、これ大所の癌に論ず。歴書第四を作る。音律は、陰なる地上の竹の管によって、陽なる天上の気象を察知し、歴法は陽なる天体の運行によって、陰なる地上の人事を統制するものである。音律と歴法は相互に密接に関連しており、その間にいささかの齟齬も許されない。皇帝選挙区、下院衆、五家の歴法は互いに食い違っているので、大所元年に新しい歴法、すなわち大所歴を論定した。そこで歴法に関する選挙第4を作った。司馬遷式歴書第四。昔在庫より歴生を立つる。もう旬起こる。時において氷溶けちっと発し、百層古い起こり四季まずなき。物すなわち年とともに品が死に生じ、ついで指示に従い当分に終わる。時に鶏みたび鳴きてここに明け、十二節に従い宙に終わる。実月なる、ゆえに明なり、明は毛なり、夕は陽なり、夕明は私有なり、私有変わる変わる起こりて、死世の塔に従おうなり。日は西に帰り、明を品貸しに起こす。月は品貸しに帰り、明を西に起こす。聖天に従わず、また人によらざれば、すなわちおよそこと破れやすうしてなりがたし、王者聖を変え目をうくるや、必ず師匠を慎む。政策を改め、服飾を変えるは、天の言を推本し、その意に遵照す。古い昔の帝王時代から、暦で正月を定めるのに皆、毛春の日を起点とした。この時木は、氷が溶け、虫が穴ごもりから出るし、百草が芽生え、ホトトギスが鳴き出す。万物もここに始まり、一切のことはここに完備する。太陽は東から生じ、順次に四季をなし、進んで冬に終わる。その時鶏が三度鳴いて、ここに新しい時が明け、12ヶ月の季節に従って、
建中の12月に終わる。一日の順次も同じ。このように一月の運行で一年が成り立つから、一月を合わせて明と言ったのである。明には字音の同じ毛、すなわち腸の意味がある。夕には陽の意味がある。一日の夕明は四夕と同じで日月である。夕明は四夕、すなわちメスオスのように変わる変わる起こって、一日をなし、一月をなし、一年となって四星の大法に従うのである。日は西に沈み東から出る。月は東に行って西から出る。ゆえに暦を作るに、正しく天時に従わず人事の道によらないときは、すべてのことが壊れやすくてなりがたい。王者が姓を変え天命を受ける場合は、必ずその師匠を慎重にせねばならない。暦を改正し、王者皇后の衣服の色を変えるには、天候の原理を押し極め、その意に従ってこれを受けて戻ってはならないのである。大志向曰く、神能より以前な久しい、けだし皇帝、西暦を皇帝し、五行を建立し、消息を起こし、順位を正す。ここにおいて天地、真偽、物類の間なり、これを五感という。おのおのその情を司り、愛乱れざるなり。民国をもってよう真なり、神国をもってよう明徳あり。民と神と行をことにし、軽して汚さず。ゆえに神これに枷を下し、民物をもって教し、災禍生ぜず、求むるところ乏しからず。太子公が言う、神の死以前のことは今は久しくて知る由はない。皇帝が暦を考えて制定し、木火土金水、五感、循環の法則を立て、万物生息の用と万物故障の因の考えから消息と熟し、月日を考えるに余分を生ずるから、ウルー月とウルード氏とを正し定めた。天地、天神の神、天つかみ、国つかみ、物類の間を置いて五感と称した。かくてそれぞれ秩序を司って政治が行われて乱れなかった。民はそこでよく神義を守り、神々に明徳があって、民と神との分際がはっきり異なって、民は神を軽視して汚すことがなかった。それゆえに神は人々に良い穀物を与え、民は事物が供せられ、神は祀られ、災厄が起こらず、求めたいものは何でも得ることができた。商工士の驚うるや旧礼、徳を乱り、民と神と雑情し、放物すべからず、開催しきりに至り、その気を尽くすものなし。戦力これを受け、すなわち南西朝に命じて天を司らしめ、もって神を属し、火星霊に命じて地を司らしめ、もって民を属し、宮城に服せしめ、愛神徳するなからしむ。その後三秒九霊の徳に服す。ゆえに二冠ことごとく職とするところを廃し、思考して順よ地に背き申す天滅し、制定期するのを歴史上失う。商工士が衰えると、その諸侯の旧霊族が徳を乱してしまったので、民と神とが混乱し、物事の区別がつかなくなった。このために災いや災害が重なっておき、人はその正規寿命を尽くすものがなくなった。帝の戦力がその後を受けて位に継ぐと、南西朝に命じて天のことを司らして、神にそれを帰属させ、火星霊に命じて地のことを司らして、これを民に帰属させ、おのおのその給仕の状態に服して、互いに侵し汚すことのないようにした。
その後三秒族が旧霊の悪徳に倣って乱を成した。そのゆえに南西朝と火星霊の二冠は皆職務を廃したから、日月の順序も順序次第がなくなり、年の始めを正す正月もなくなり、設定性も時節を示すことがなくなって、西暦の法則もその情を失ってしまった。行また朝礼の後の旧を忘れざる者を遂げ、またこれを司らしめ、思考して義家の間の盾、時を明らかにし、道を正す、すなわち陰陽を整い、風雨せったり、棒を聞いたり、痛みに溶液なし、年老いて旬に譲り、文祖に深海していわく、天の歴史、何時の身にありと。旬もまた、持ってうに命ず、これによりてこれを見れば、王者の重んずるところなり。火の星は正月をもってし、陰の星は12月をもってし、週の星は11月をもってす。けだし、三王の星は循環のごと、清まればすなわち元に帰る、天が道あればすなわち基調を失わず、道になければすなわち政策、諸行に行われず。行帝はまたこのことを憂え、南西朝と火星霊の子孫で旧法を忘れない者の官を服し、歴数のことを担当させ、歴法官の義士と家士の二官を置いて祭事を明らかにし、律度を正した。そこで陰陽の気が調和し、風雨も季節に合い、穀物も実って和気が盛んになって、人民に溶接もなく病疫もなくなった。行は老年になったので、春に天使の位を譲ろうとし、始祖の皇帝の廟で丁寧に戒めて言うよう、天の正暦を正しく保ってゆくのはお前の責任であるぞと、春が雨に天下を譲る時も同じように命じた。以上述べたことから判断すると、歴法はまことに王者がいつも重んじたところである。かの時代の正月は正月の猛春をもってし、院代の正月は12月の晩冬の月をもってし、周代の正月は11月の中冬の月をもってした。けだし、か、院、周三代の正月は回る輪のごとく、極まればまた初めに帰り乱れなかった。天下に道があれば、暦の秩序も失われないし、天下に道がないと天使が反復する暦も諸行に行われなかった。幽霊の後、終始つびにして売春祭りごとを取りし、時を記さず君策を告げず、故に中人の指定分散し、あるいは初夏にあり、あるいは異的にあり、ここをもってその起床廃れてすべず、衆の女王26年2、3月に潤して、春秋これを阻止る、戦王の時を正す夜端を初めに踏み、生を宙に上げ、世を終わりに帰す。端を初めに踏めば、女王すなわち謝らず、生を宙に上げれば民、すなわち惑わず、世を終わりに帰すれば、すなわちこと、もとい、世を終わりに帰すればこと、すなわちもとらず。衆の雄王、霊王、囲碁は、衆の王室の勢力は衰微して、陪臣が政権を取り、士官も正しい季節を記録せず、仁君は病に昨日を告げなかった。告げなくなった。それゆえ、いよいよ西暦を司った官の子弟は地方に分散し、ある者は中原の諸国におり、ある者は異的の地に住み、天の吉凶を予知することは廃れて、統一がなくなった。衆の女王26年2、3月をうるう月としたので、孔子は春秋にこれをそしっている。これまでの西王が暦で時を正すには、年の端子は月の初めに、正しい時節を季節の半ばに上げ、うるうは年の終わりにした。昨端を年の初めに置けば、四時の順序は狂わず、中共季節の半ばに立たせば人民は惑うことがなく、
順位を年の終わりに正せば、指示が所を得て、民事も乱れず誤りを生じない。その後戦国並び争い、国を強要し、敵を虜にし、旧を救い、憤を徳にあるのみ、兄これを思うに止まらんや。この時一人数言あり、五徳の伝に明らかにして、消息の分の三次、もって諸侯に現る。しかもまた真の立国を滅ぼすにより、平重極めて煩わしい。また子孫に昇るの日、麻生、いまだ過去を荒らさるなり、しかもまたすこぶる御所を押して、自らもって水徳の髄を得たりとなし、改めて顔を名付けて徳水と言い、志向して姓は十月をもってし、色は黒きをたっとぶ。しかれども、歴度順よ、いまだその真を見ることあたわざるなり。その後、戦国となって各国が並立して争い、国を強くし、敵を捕らえ、下級を救い、紛糾を解決するだけになった。これではどうして暦のことを考慮する暇間があったであろうか。この時にただ、数円という者がいて、五行の伝に明らかで五行消息の道を敷衍し、諸侯の間に名を表した。そしてまた、秦が立国を滅ぼすために戦争が頻繁になった。秦はまた子孫の天子の位に上ってからさほど日が経過しないので、歴数を正すという暇間がなかった。そしてまた家督の衆を滅ぼしたので、秦は水徳の随所を得たものと思い、黄河の名を改めて徳水と言い、年の初めの正月を十月とし、色は黒をたとんだ。されど歴日や順序などの詳細はまだ真実を知るとは言えなかった。漢起こり功祖曰く、北次我を待ちて起こると、また自らもって水徳の髄を得たりとなす。歴に命就する者および長僧らといえども、皆もってしかりとなす。この時天が初めて定まり、後期大いに基にするにあたる。高校は女子なり、皆いまだにとまらず、故に真の政策復職による。真が滅び、官庁が起こると、高祖は言った。北方に設けた祭神の庭は、自分の時になって初めてできたと。そして自ら漢もまた水徳の随所を得たものとした。歴学を明らかに習得した者の長僧らまでが皆しかりとした。この時天下が初めて平定し、国家統治の後期の大根本が定まったばかりであり、高祖が奉仕、高校が女帝となったばかりで、まだ改暦の暇がなかった。故に真の暦や復職を踏襲したのである。公文の時に至り、露人公孫臣、終始五徳をもって上書して言う。漢は土徳を得たり、よろしゅう言の改め、政策を改め、復職を買うべし、まさに隋あるべし、隋は公領現れんと。こと上書、長僧に下る、長僧もまた律歴を学ぶ。もって銭あらずとなしてこれをやむ。その後、公領正規に現る。長僧自ら退き、論書戦と欲するところありしがならず、思考して新延平、暴挙をもってまみえ、すこぶる歴復職を正すことを言い、貴公せらる。後乱の夏、故に公文帝、拝してまた問わず。公文皇帝の時に至り、炉の国生まれの公孫臣が、五行の徳は終始循環する義なので、上書していった。漢の後期は土徳を得たものだ。よろしく元年を改め、暦を改正し、皇帝の復職を変えるべきであろう。やがて随章があろうが、それは公領の現れることだ、と。そのことの採決の可否を上書の長僧に下して評議させた。長僧も歴学を学んでおるので、公孫臣の言を是にあらずと奏上した。ところがその後、公領が正規の地に出現した長僧は、席を感じて辞職し、反駁論を書こうとしたが、完成しなかった。
時に新炎兵なる者が運気を冒険して判断する術を持って天使に謁見した。そして怪力や服飾を変えることを巧みに説いて天使に尊ばれ寵遇された。ところが後に乱を成したので光文帝はこのことを廃棄し以後家紋することがなかった。金城位に次ぐに至り奉仕等々を招きいたしその天部を分かつ志向して派の落下校三の目暮らし歴を転ず叱るのち日清の道火星と同じすなわち元の改め官号を改め大山に奉ずよって御師に御事乗りして曰くこの頃有志制度を言うことの未だ定まらざるや講演専門し持って制度を治む未だ当たることあたわざるなりけだし聞く昔皇帝が指定しせず土権を明察し政策を定め御部を起こし器物分数を立つとしかれどもけだし日差し小かけ学ゆるぶ鎮花肌憂う鎮ただ未だ襲名することあたわざるなり日分の注席するにおおむね垂徳の章に応ず今日下士にあたる高尚級となし臨床地となし大層小となし南領宇となし古仙を核となすこれより動き生に服し宇生生に服しな生変に服すもって死の日に至り当時にあたればすなわち陰陽離合の道行わる11月号し作誕当時すでにあたるそれ改めて七年のもって大所元年となせ年を炎坊正定格と名付け月を必数と名付け日は孔子を得夜半作誕当時なりと金城武帝が即位されると法術家の等々を承知し天の部分を分け28宿を観測させた。また破軍出身の落下校をして天正を計算し西暦の度数を転算させ叱る後日月星神の度数を知り得てその結果かの時代の暦と同じことが分かった大所暦である。そこで改元し官名も改称し泰山を法然して祭り御師に御事乗りを下していった。この頃役人が精神の運行度数が未だ決定しないというので広く学者を招いてあまねく問い精神の度数を研究させたがまだ調べ正すことができない。昔皇帝は神霊と敬語をして不朽の名を得精神の高度を明察し御恩の清濁を成長し御行の道を起こし24期万物歴数の区分を立てたがしかし思えば古いことだ。今では歴書は書け音楽の律も廃れた。自分はこのことを大いに心配している。かといって自分はこれを収め明らかにすることはできない。日の運行度数もとい日の運行分度を遂行するにおおよそ土徳が水徳に勝つの兆しが見える。今日はあたかも下士にあたる下士にあたる高尚の音を九長となし臨床を地の長となし大層を小の長となし南領を宇の長となし古仙を核の長となす。これで二十四季は正しきに帰り宇星は星に帰りそれぞれの名が星変に帰り寝の日になれば冬至にあたる。こうしてこうして陰陽離合変化の道が正しく行われることになる。そこで今年の11月孔子の日の昨日の朝は冬至に相当するから七年を改めて大所元年とせよ。年を炎坊設定格と名付け月を必修と命名する。
碑は孔子であり、夜半の作端が当時にあたると言った。歴述孔子編。歴述孔子の編。大初元年、年を遠方設定格と名付け、月を筆数と名付け、日は孔子を得、夜半作端当時なり、西北十二、太陽の王、小与なし、太陽なく小与なし。大初元年、彩の星を遠方設定格と名付け、月を筆数と名付ける。日はカノエネであり、その夜半昨日の明け方が冬至にあたる。冬至の期は西北にあり、月の数は12ヶ月である。昨日と冬至が一致して同日だから昨端で、ウルウの月を測るときの60日未満の太陽もなく、1日未満の小陽もない。冬至が昨端と一致するから、四方での太陽も小陽もない。遠方設定格元年十二、太陽五十四、小陽三百四十八、太陽五、小陽八。壇毛端圧二年、ウルウ十三、太陽四十八、小陽六百九十六、太陽十、小陽十六。幽帝、幽長、周女三年十二、太陽十二、小陽六百三、太陽十五、小陽二十四。京吾太公楽四年十二、太陽七、小陽十一、太陽二十一、小陽なし。トイ、トンチョウ元年、ウルウ十三、太陽一、小陽三百五十九、太陽二十六、小陽八。宿霊、強行二年十二、太陽二十五、小陽二百六十六、太陽三十一、小陽十六。小王、トンタン三年十二、太陽十九、小陽六百一十四、太陽三十六、小陽二十四。小陽作学四年、ウルウ十三、太陽十四、小陽二十四。もとい小陽二十二、太陽四十二、小陽なし。王外遠望元年十二、太陽三十一、太陽三十七、小陽八百六十九、太陽四十七、小陽八。小小太炎兼二年、ウルウ十三、太陽三十三、小陽二百七十七、太陽五十二、小陽一十六。遠方混沌三年十二、太陽五十六、小陽一百八十四、太陽五十七、小陽二十四。端毛積分弱四年十二、太陽五十、小陽五百三十二、太陽三、小陽なし。幽長設定格元年、ウルウ十三、太陽四十四、小陽八百八十、太陽八、小陽八。京吾端圧二年十二、太陽八、小陽七百八十七、太陽十三、小陽十六。土井周女三年十二、太陽三、小陽一百九十五、太陽十八、小陽二十四。宿霊太暴楽四年、ウルウ十三、太陽五十七、小陽五百四十三、太陽二十四、小陽なし。小王頓章元年十二、
太陽21、小陽450、太陽200、もとい太陽29、小陽8、小陽強行2年、ウル13、太陽15、小陽798、太陽34、小陽16、大外トンタン元年、生、生12、太陽39、小陽705、太陽39、小陽24、少々、作学2年、12、太陽34、小陽113、太陽45、小陽なし。遠方、遠望3年、ウル13、太陽28、小陽461、太陽50、小陽8。短毛、太炎圏4年、12、太陽52、小陽368、太陽55、小陽16。幽長混沌5年12、太陽46、小陽716、太陽なし、小陽24。強五石粉弱6年、ウル13、太陽41、小陽124、太陽6、小陽なし。土井設定格元年12、太陽5、小陽31、太陽11、小陽8。祝令単月2年、12、太陽59、小陽379、太陽16、小陽16。昭和、周上3年、ウル13、太陽53、小陽727、太陽21、小陽24。昭陽、太閤楽4年、12、太陽17、小陽634、太陽27、小陽なし。大外頓照5年、ウル13、太陽12、小陽42、太陽32、小陽8。少々、強行6年12、太陽35、小陽889、太陽34、小陽16。遠方、頓旦元年12、太陽30、小陽297、太陽42、小陽24。短毛作、短毛作学元年12、太陽30、小陽297、太陽42、小陽24。断毛作学元年ウル13、断毛作学元年ウル13、太陽24、小陽645、太陽48、小陽なし。幽長遠望2年12、太陽48、小陽552、太陽53、小陽8。強豪太炎圏3年12、太陽42、小陽900、太陽58、小陽18。土井混沌4年、ウル13、太陽37、小陽308、太陽3、小陽24。祝令赤粉弱元年12、太陽1、小陽215、太陽9、小陽なし。昭和設定格2年、ウル13、太陽55、小陽563、太陽14、小陽8。昭陽短月3年、西南12、太陽19、小陽470、太陽19、小陽16。大外周上4年12、太陽13、小陽818、太陽24、小陽24。少々太閤楽元年、ウル13、太陽8、小陽226、太陽30、小陽なし。遠方頓照2年12、太陽32、小陽133、太陽35、小陽8、短毛鏡3年12、太陽26、小陽481、太陽40、小陽16、幽長頓旦4年、ウル18、ウル13、太陽20、小陽829、太陽45、小陽24、強豪作学元年12、太陽14、小陽736、太陽51、小陽なし。土井遠望2年12、太陽39、小陽144、太陽56、小陽8。祝令太炎圏3年、ウル13、太陽33、小陽492、太陽1、小陽16。昭和
昭王混沌4年12、太陽57、昭陽399、太陽6、昭陽24、昭陽赤粉弱元年、ウル13、太陽51、昭陽747、太陽12、昭陽なし。王外設定学2年12、太陽15、昭陽654、太陽17、昭陽8。少々短圧3年12、太陽10、昭陽62、太陽22、昭陽16。遠方、周女4年、ウル13、太陽4、昭陽410、太陽27、昭陽24。暖毛、太高楽元年12、太陽28、昭陽317、太陽33、昭陽なし。雄長頓昭2年12、太陽22、昭陽665、太陽38、昭陽8。強豪強行3年、ウル13、太陽17、昭陽73、太陽43、昭陽16。トイトンタン4年12、太陽40、昭陽920、太陽48、昭陽24。祝令作学元年、ウル13、太陽35、昭陽328、太陽54、昭陽なし。昭王遠方元年、正統12、太陽59、昭陽235、太陽59、昭陽8。昭陽大炎、昭陽大炎圏2年、12、太陽53、昭陽583、太陽4、昭陽16。王外混沌3年、ウル13、太陽47、昭陽931、太陽9、昭陽24。少々赤粉弱4年、12、太陽11、昭陽838、太陽15、昭陽なし。遠方設定学5年、12、太陽6、昭陽246、太陽20、昭陽8。暖毛短圧元年、ウル13、太陽なし、昭陽594、太陽25、昭陽16。雄帝、周女2年、12、太陽24、昭陽501、太陽30、昭陽24。強豪太高楽3年、12、太陽18、昭陽849、太陽36、昭陽なし。トイ・トンショウ4年、ウル13、太陽13、昭陽257、太陽41、昭陽8。祝令強行5年、12、太陽31、昭陽164、太陽36、昭陽16。昭王トンタン、昭王トンタン元年、ウル13、太陽31、昭陽512、太陽51、昭陽24。昭陽作学2年12、太陽55、昭陽419、太陽51、昭陽なし。王外遠方3年12、太陽49、昭陽767、太陽2、昭陽8。少々大炎圏4年、太陽14、昭陽175、太陽7、昭陽16。遠方混沌5年12、太陽8、昭陽82、太陽12、昭陽24。暖毛赤粉弱元年12、太陽2、昭陽430、太陽18、昭陽なし。雄長赤定学元年、ウル13、太陽56、昭陽778、太陽23、昭陽8。強豪短圧2年12、太陽20、昭陽685、太陽28、昭陽16。トイ・周女3年、ウル13、太陽15、昭陽93、太陽33、昭陽24。祝令太高楽4年、右歴書は、もとい、右歴書、太陽は日なり、昭陽は月なり、短毛とは年の七り、死は中央赤粉弱と名付け、陰を設定格と名付く、寒な平を悠長と名付く、西北、西西、西南、西東。
以上、歴書第4終わる。ありがとうございます。ごきげんよう。また後ほど。